はい、いかがだったでしょうか。リングトリップさん、もう初イベントでとってもフレッシュな感じだったんですけれども、もうインタビューをしに行く私としても、こうアーティストさんにインタビューをしに行くっていう、こうちょっと緊張したような感じじゃなくって、まあ、同年代の女の子っていうのもあったんですけど、こうとっても親近感があって、お友達にこうお話聞いちゃうみたいな、ね、こう親しみを感じましたね。それでは今週のトップ3の発表です。まず今週の第3位、ニョキニョキ。3位はエグザイル高博でラブストーリー。そして2位は、2位はキュートで心の叫びを歌にしてみた、ラブテイクイットオール。そして1位、ニョキニョキ。1位はキスマイフット2で光のシグナルという結果になりました。パチパチパチ。3位エグザイル高博ラブストーリーは、高博が俳優として出演しているテレビドラマ戦力外捜査官の主題歌です。カップリング曲を含めて、作詞も自身で行い、2作連続トップ3入りを果たしました。おめでとうございます。それでは3位と2位のミュージックビデオをご覧ください。どうぞ。